ヒデです。こんにちは。ピオーネ、3年生内、5月3日の様子です。他のブドウに比べて、芽吹きがね、非常に遅れていたピオーネですが、ようやく、新芽の方が出てきました。ただですね、やはりまだ動いていない芽もあるっていう状態ですね。本当に今年はピオーネの芽吹きが悪い。一応ね、先端部分に関しては育ってますし、こんな感じで花の方もついてます。ただやはりこれは花芽がちょっと不完全な形、これはおそらく落とすかな。先端部分も一度芽かきした影響か、花芽はついてないですね。まあこちらは伸ばすようなのでいいんですけども、こちらの枝もだいぶね伸びてきました。やっと芽吹きがスタートしたかなという感じです。しかし本当に他のブドウに比べると新芽の出るスピードがバラバラです。今年は、まあ花芽がついているのは救いですが、ジベレリン処理は今年はしないで種ありにするかもしれないです。ちょっと様子見て考えます。花自体はね悪くないんですよ。ただ芽吹きが本当にバラバラ。こちらなんてまだ殻かぶってますからね。ここに1個出てきましたけど、可愛い花がついてます。ここもまだ眠ったままですし、まあそれでもちょっとなんか根の病気にでもなってるのかなーなんて思っていたので、ちゃんと芽吹いてくれて安心しました。こちらはでかいな、この花は。こちらも木は細いですが、シャインマスカットと同様3年生内ですので、根は充実してると思うんですよ。ですのでこちらはね、結構花芽は残す形で育ててみようとは思ってます。まだ誘引できるような大きさになってる枝も少ないもんですから、ちょっとねつるなどが出てるものは切って、誘引できるものは誘引して様子を見たいと思います。はい、それでは今日はこのぐらいで。いつも最後までご覧いただき本当にありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。